有森新吉有森新吉昭和8年11月18日は日本の衆議院議員、実業家、ジャーナリスト、教育者、岡山藩士、有森吉清の長男として岡山に生まれる。岡山藩を半額、音知学校、岡山変則中学校などで学んだ後、1879年に商法講習所に入学した。 1881年、専修学校経済科に転じた。専修学校卒業後の1882年に、東京大学に入学し、1885年に、卒業した。その後、ドイツに留学し、イエーナ大学、ベルリン大学、チュービンゲン大学、シュトラスブルク大学で学んで、1891年に、法学博士号を得た。1892年、 学習委員教授に就任。翌年、日本法律学校幹事長となった。さらに翌年から、函館商業学校校長、北海道函館中部高等学校校長を務めた。1897年、大阪商船株式会社キールン支店長となり、翌年に神戸支店長に転じた。その後、経過日報社支配人を経て、山陽新報社主筆となった。 1900年、岡山県会議員に選ばれた。その後、大阪に出て、韓国タバコ組合の経営に当たった。1906年より、川崎造船所会計課長を務めた。1912年、第11回衆議院議員総選挙に出馬し、当選を果たした。1914年より、私立中学静谷校長となり、1920年まで、務めた。 さらに、摂津防疾株式会社社長も務めた。1917年の第13回衆議院議員総選挙で再選を果たし、第14回衆議院議員総選挙でも当選した。1921年から1925年まで、山陽新報社社長を務め、1927年には、川崎基線株式会社取締役に就任した。ありがとうございます。